うやっておいて、自分のところにこう落ちちゃう。こうやって、こうやって、なんかしない。じゃなくて、自分のここに来たのが通り抜けて、向こうへこう、向こうに出してくる。そこそこ、間違ってるわけじゃないんだろうけど、そういう人に、こうやって、こうやって人に、こういう。そうすると、なんか出してくる意識がなくなっちゃう。来たのが向こうへ。向こうへ出してくる。そうがいいんじゃないかな。この人、翔さん。本当です。毎回、そんなことです。
精霊中性にずーっと上げてくるとこういう状態になって、僕のこの精霊中性と彼の間にこの接触点がある、だからこの手が止まってる、それだからここにこれがこうやって振って、それからパッと振る前に僕がやられてる、こうもらうという意識で、こうそうだ、こういう位置じゃないのか。ということは足が先に入れて、足が分かんないようになることになって、それから爆発するから。それで、これはみんなこの、なんとかなれるんだ、みんなこうやって、みんなこうやって、探してみんなやってます。お米も、これ、真ん中、真ん中に出てない。成績に近いと、こうなってるから、
ぱい来てますでしょうか。うん、痛いってなっちゃう。で、それは体勢だから、まあちょうどいいところでね。で、こうやってここにこうなった。そして、何しろ下ですから、自分のへその前下、そういう意識で。ここは下で、そして、はい、こっちから行くとどうなるか、こうなってきて、こういう状態。今のも一挙に大きなってここに入ってた力が入ってきたのがこう入ってんじゃなくてこっち、こうやってこっち入ってた、はい、だから違いだ。さらに力が入ったらそのままこれが表に入るだけでは一歩この動かさないで足だけついてない人。これやってる目的はこの手を止めてるってこと。この手を止めてる以外の目的ね。これをなんか壊していこうとかそういう目的じゃなくて、ただ単にこの手が邪魔だから、このままやっていく。これってやるし。だから、ただ止める目的だけ、ここでいいんですよ。で、こうやれば、さっきの、そういう意味じゃなくて、こっち入れば、手が止まってるから安心されて、手が止まってるからこっちも入れるし、こっちから、もしくは、こっちから、止める目的、呼吸法で手を止める。じゃあこうやってやって、こうやってこういう手、この手止まった、はい、この手を緩め、彼が意識的にこうなった時に意識的に緩めるとこの手が入る。意識的に緩める、うん、でも普通は緩まらない。なぜかというとこうパーンって張った時に向くができてるから。で、意識的に緩めると、意識的に緩んだ時には僕は次のことができてる。だから着いた時って、ほら意識的にすると緩めるじゃないですか。尻尾パンパンになって着いちゃって、こう着いた時でも意識的に緩めるより今もね、着いてくるんですよね。来れるんですよね。だからやる人はパンってやったら待ってちゃいけない。緩めるし、緩められる前に何かやってるじゃあ話です。だから今度はじゃあパンって来たらすぐこの人、高橋先生のこれやりましょうか。これね、これと、じゃあもう一つ起きて、ここからこうやりましょうか。起きて、呼吸法の手、さっきできたら、ここでやると来ちゃうから、うん、この手、こう取りに行ったら向きちゃうんですよ。だから、この手を止めるためにこの手がこういうし、それから一挙の形に入ってこっちが先に入る。これは一つで、よし、もう一つはこの一挙の形、一挙ですね。そのままこう抜けてくる形、よし。じゃあ頑張りなんだ。ちょっとだけ止めて、気にしなければいけないのは、僕はここ脇もらいたいんだけど、ここ気にしてないと何やってるか分からなくなっちゃう。ここ脇取りに行った瞬間にここ見えてなくて、これに気づいてなきゃいけない。やるときはここを止めるためにどうやってさばくかってことを考えてるんだ。
だからこれ来ないよ、これが優先だから、こうやったらダメ、こうやったら通過だから、それだったらもうすぐなんかこうなんか脇を大分やっていきましょう、腰がこの人柔らかくこうなっちゃうなと思ったらもう逆にこうちょっとね、ちょっと意地悪じゃないですか、来る前にこう自分が場所もらってないと、だからこうバックもらってから、ね、こういうところから、ね、これがいきますね、いつも取らせても足と、この一番足、この足とこうやっていつも考えてない、こういっちゃったらもう座らせていくの、いつもだと取らせるときも待ってるなって似てるから来ないところで、あ、もう時間だからね、少し自由にその辺考えてやりましょう、呼吸法から、呼吸法から足、ここ優先順位、ここここここ気にしてる、この足気にしてる、何しろここもらって、それであとはさばいて、こういうの適当にさばいて、なんか自由にやる、自分にやれるのに、さばいて、もう一回やり直して、